皆さんこんばんは、こんにちは、えー。また木曜日の夜がやってまいりました。ガールニーズトーク。今日もまたフロリダ州のゆうこさんと一緒に、えー、一緒に、<laughs> <laughs> あの、お話をさせていただきたいと思いますが、まず最初に自己紹介からさせていただきます。あの、じゃまず私から、 いはい、お願いします。はいえー、皆さんこんばんは、えー、アメリカのオクラホマ州で旦那と15歳の息子と一緒に住んでおります、良子です。日本の出身は新潟で国際結婚を機に、えー、アメリカに来まして、えー、26年が経ちました、えー。フルタイムの仕事で働く傍ら、このデジタルビジネスを サイドビジネスとして、えー、起業しています。はい。じゃあ、優子さんお願いします。はい、皆さん、こんばんは。フロリダ州に住む優子です、えー。私もね、りょうこさんと同じように、結婚を機に、この,あのアメリカに来まして、えー、夫は当時、空軍で飛行機に乗る人でした。なので、えー、いない中ね、自分なりに人生自体をこう構築しなくてはいけないというストラグルの中でサバイバルをしてまいりました。もう、そしてね、30年以上経って、その間に、えー フルタイムの仕事もゲットし、なんとかあのサバイバルしております。そんな中ね、このデジタルビジネスに出会い、自分の将来と向き合って、ああ一大決心をして楽しくそして充実して、えー、構築中です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、今日のテーマはですね、はい、えっとオン送り。 ということであのお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、恩送りっていうのはね、誰かから受けたその恩とか親切を、その人、直接にこう返すのではなくて、他の誰かに、ね、対して同じようなその親切な行動をするっていうのを、まあ、この恩送りっていうんですけれども、これに関して、ゆうこさん何かかシェアありますかいや私あの、このこ言葉ね、すごく好きなんですね。うん あの恩返しっていう言葉があるじゃないですか。うん、だけど、この恩「恩送り」っていうのは、まるで、あの、なんだっけ、あの、陸上の、あれ、なんていうんですかね。うん、バ,トバトン、バトン、バトンみたいな感じじゃないですか。で、あの私、この宿題をいただいたときに、一生懸命考えたんですけど、一人ね、 私にとって人生のメンターと呼ぶ人がいるんですけれども、アメリカ人なんですね。なんですけど、彼女は私が一番最初に仕事にアプライした時の、あの、えっ、ー、と、面接する女性だったんですね。え でその人が直接の上司となりで今一緒に働いている方なんですけどなので23年の付き合いですかでずっとねあのとても尊敬しているんですが彼女の一番私が尊敬するとこっていうのがその私が一番ねあの子供たちを連れて不安でこんな私でも仕事ができますでしょうか、うん、あ夫があのいなかったらね学校が二次,あ次に上がるからなんとかその前 に上がらせていただかないといけないってもうとにかく頭の中がもうごちゃごちゃなんだけれども、うん、その仕事をそれでもしたいんだっていう気持ちが伝わったせいかどうか、うん、あのその場でねハイヤーしてくれたっていう人なんですね。ね<ー>でそのそれからですねでなぜその私が結局ハイヤーされたのってあと10年ぐらい経った時に機、うん、会があって何気に聞いたらやっぱりねその意気込みその前向きな姿勢、うん あの子どもたちがいるけど働きたいっていう気持ちがもう十分に伝わってきた、うん、あなたがどれだけね責任感のあるみんなと仲良くやりたい英語にアクセントがあるでも学びたいっていう姿勢,姿勢が伝わってきただからハイヤーしたっていうその場でねそれをね あの、10年後ぐらいに結構いろんな話をするようになり、今彼女と同じランクで一緒に働いてるんですけれども、あの、それをね、やっぱり同じように若い方たちに私は伝えていきたいと思って、それがパーパスだと今思って、いろんな意味でトレーニングしてるんですね。で、やっぱり、あの、みんな不安ないろんなことをディールしながら仕事をしてるじゃないですか、やっぱり。 あなたバローっていうぐらい、やっぱり家庭のことっていうのは他の人には誰も理解ねできなかったり、自分の健康とバトルしている人もいるし、いろんな状況でなんとかこう笑顔を作ろうって、社会人としての自分をね、確立しようと思っている人がたくさんいるんですね。いくつでも、どの国から来た人でも。だからやっぱりそういうところにこう、思いやりを持ちながら、でもプロフェッショナルに、 なんとか一緒にやっていけるよっていうねそれを彼女が私に教えてくれたように子供がいてもできるよっていうのを教えてくれたのと同時に私ができることは助けてあげるしサポートするからあなたが一生懸命グローするところをね私は一緒に喜びたいということでそれをパーパスだと思ってそれをこうバトンタッチのようにね やっぱり一緒にこうクリエイトしてチー,ムビルビル、えー、チームビルディングって私は呼ぶんですけどそういうイベントを作ったりだとかいろんなことをしてねあの仮装したりとかご飯を一緒に食べたりとかベイクセールとかいろんなこプあのイベントを企画を私するんですけれどもそういうのす全てね少しでもこうやっぱり笑顔がね自分たちの職場っていうのはやっぱり自分たちの責任。うん その職場を良くするも悪くするも自分たちの責任っていうのをやっぱり上司から言われると当たり前って思うけれども、うん、やっぱりみんなでってなるとやっぱりみんなでやってる人がやっぱり行くのが一番なので私はそれを常にねあのバトンタッチと思ってあの社会生活を送っています素晴らしい本当にでも本当ねあのバトンタッチっていう言葉が一番合ってるっていうか、ね、やっぱりあのやっぱり、うん こうえ何恩返しじゃなくて、うん、恩をこう伝えていく、つな、うん、げていく、うん、そういうことですね、多分ね。うん、いいですね、日本語ってね。日本語、そうね、ね確,か確かに、確かに。うこさんはどう、えーはい、いや私もね、一番最初はそれを思って、あのー、やっぱり日本あの、アメリカに来るまで前はね、 あの、恩送りっていうよりも、恩返しっていう言葉の方が私も使ってた気がして、ねうん、で、でもやっぱり恩返しっていうと、やっぱりその人に恩を返す、その直接の人にね。で、あの、でもやっぱりね、自分が若い頃は、なかなかそれができない状況、なんか、まだその自分の、 あの、心に余裕がなかったりとか、経済的に余裕がなかったりとか、うんまあ、いろんなこう自分のことだけで精一杯精一杯で、あの、なかなかこう、恩返しができなかったなって思うんですけど、アメリカに来てからこの恩送り、ペイフォワードっていう言葉を聞いたときに、日本語で恩送りっていうね、あの意味なんだって知ったときに、あ これだったらね、もっとこう気軽にできるし、その音を返さなきゃっていうなんかプレッシャーみたいなのもないし、あの自分がそのできる範囲でできるところでどんな形ででもこう音を送っていけるさっきのゆう子さんみたいにバトンタッチしていけるっていうのをあの知ってからあの私の中でもすごくそれをね大切にするようにしてきたんですね。で、やっぱりアメリカに来てから あの、いろんな人のお世話になって、いろんな人にサポートされて、ヘルプされて、今の私がいるっていう。<当>うん、で、やっぱりそういう気持ちをね、今までこう大切にしてきたんですけれども、このビジネスを知った時きにこん、にね、このビジネスモデル、モデルっていうか、その、あの、この、 ファウンダーの人のその気持ち、そのファウンダーの人が、その、その理念がね、その、このペイフォワードっていう、その私が今まで自分の中で大切にしてきた、それとこう一致したっていうのもね、その、あの、起業を決めた私の中で大きな理由の一つだったんですね。あ、これだと。なんか今までのその自分の人生の中でやりたかったことのこの総まとめっていうかな、それが今、ここにあるんだ。これ私にとっては、 あの、いろんな意味でチャンスだなって思って、で、今こう50年近く生きてきて、その精神的にも経済的にも少し心に余裕もできて、で、この音送りがね、できるようになった。で、この音送りっていうのはその見返りを期待しないで、ピュアな心で誰かをサポートするっていうことなんですけれども、うん、まあこれをね、その子育てなり、会社でとか、で、もちろんこのビジネスでもやっていて、で、あの、全く大きなことじゃなくてもよ てもう本当にこう、誰かをいたわって思いやりを持って、あの、まあ、例えば席を譲るとかね、その会社のトイレでその私のゴミじゃないけど、誰かのゴミをこう、す <laughs> るとか、そういうのでも私の中ではなんかこう、一つのペイフォワードっていうか、で思っていて、そういうことの、あの、こう積み重ね、積み重ねがね、あの、 やっぱりこう世の中、自分もそうだし、世の中も良くしていくんじゃないかなと思ってます。本当にそうです。あの、私がね、あの、最後にイベントを企画した時もそうなんですけど、やっぱりきちんとする人っていうのは、いつも同じなのね。ご飯を作る人もいつも同じ人だし、うん、きれいにする人も同じ。うん、なので、私はちょっとね、こう工夫して、うん、何もね、みんながみんなご飯を作ってくる必要はないのね。 してきたい人はもちろんしたらいい。だけど、そのコンチュビティウするときに、あの、何もしなさいって言われたことをするんじゃなくて、じゃああなたはテーブルをね、セッティングするように、うん、あの、ナプキンを買ってきましょうとか、じゃああなたは飲み物を買ってきましょうとか、じゃああなたはきれいにする係になりましょう。じゃああなたはそれをこう、フォイルして、こう、冷蔵庫に直す係にしまして、やることはいっぱいあるのね。 それを自分なりに考えて、やりなさいって言われるまでやらないんじゃなくて、あ、じゃあ私するっていうふうに、自分からやるっていう姿勢をみんなに見せて、やりましょうっていうのを会社に私アナウンスするので。<laughs> そうするとあのドーネーションする人もいるのねか作ろうと思ったけどできなかったとかいろいろあるじゃないだからドーネーションする人じゃあ僕はきれいにする人男も女も関係ないしもうバックグラウンドもそれこそ関係ないだけど基本的にみんなでやるからにはみんなで楽しむその代わりみんなできれいにしましょうっていうね、うん、それをもうモットーにしないとイベントなんてできないのね。うん 本当に。だからやっぱりできる、そのみんなそれぞれいろんな考えとか感情とかあるわけじゃない。だからできることをできる人がするっていうボランティア精神っていうのは、うん、みんなみんなその中にあるんだから、それをもっとねあの、言われるまでしないんじゃなくて、もっと自分からしましょうっていう、うん、とても大切なあの人との関係だと私は思いますね,ねもう。でも本当にいい言葉よね。 お送りいい言葉。あのー、例えばね、例えばねっていうか、あの、うちのお母さんがその,にあの日本から私に,に荷物を送ってくれるときに、今ね、郵便局でも、もうすべてがデジタル化して、そう,そうなのみたいにこう、こういう何、何あれにこう、手書きじゃなくてね、全部がこうタイピングしてっていうやつで、で、うちのお母さんそういうの、 できないでしょう。携帯ならまだしもね、その、私にテキストメッセージを送るくらいはできるけど。お母さん、どうされてんの?ね。なんで。私のお母さんもできないの?その。その。 すごく優しい人が助けてくれてで、それをね、あの、もう本当に私この、あの人のおかげで、あの、私、あの、りょうこに荷物を送ることができたのよって、もう本当私助かったって、この感謝の気持ちを私は忘れないで、私も感謝の気持ちを誰かにこう、まあ、お母さんその音送りなんて言葉知らないから、私もこの感謝の気持ちを忘れずに、あの、頑張っていこうと思うって言ってて、それを聞いた時に私も、 あそうだ私もねやっぱり会社でねそのあのコンピューター苦手な人とかもいるし70代の人とかもいるしそういうのをねこう見てねイラッてするよりは <laughs> あのいずれ自分もそうなるんだろうしそういう自分の親をねあの誰か知らない人が助けてくれたってやっぱそういうふうに思うと私も誰かのために何かさせてもらおうみたいなねそういう気持ちになる自然となるんだよね。うんなる やっぱりなる。そう。やっぱり、とてもそれがね、やっぱりだ、やっぱりご縁にな、つながっていくんじゃないかなと思う。う だから人との関係っていうのはやっぱり引き寄せとかいろんな言葉があると思うんだけれども、うん、やっぱり自分から進んでね、やっていくことで人との見てないところで誰かが必ず見てるっていう、ね。うん、そういうところからだんだんとあの人との関係が温まっていき、ご縁につながっていくんじゃないかなと私は思います。ねえ、私も思います。はい、ということでですね、今日もね、楽しく。 させ <laughs> ていただきましたけれども、まあ私たちこのビジネスをすることによって、あの、やっぱり、あの、なんていうのかな人とのコミュニケーションとかそういうのも日々学ば,す学ばせてもらったりとか、やっぱりこう自分たちだけが幸せになるんじゃなくて、みんなで学んで、みんなで、あの、成長してみんなで幸せになろうっていう、そういうビジネスなので、もしこのビジネスに興味があるっていう方は、あの、ぜひね、無料の えー、ウェブナーを見るところから始めてほしいと思います。ということで、ゆうこさん、今日もありがとうございました。あい良い週末を。